まあ、ジャンクエをやるっていうのは決まったんですけど、なんかいい名前がないかなっていうところで、最初はちょっとあまりにも名前が過激すぎるんで、なしってことになったんですけど、やっぱりこれ以上インパクトがあるものがなかったのと、ロゴとかをデザインしている過程で、やっぱりこれしかないなっていうところで、それでこの秋葉原最終処分場という名前で行くことになりました。形ですね。こういう形で完全に破壊されてます。やはりまあこういうご時世でデータの漏洩とかもありますので、やっぱりこういうことを希望される方は多いです。当店の方のコンセプトでやってるのが安全に破壊をするということで、こちらのドリルとかでやればいいって方いらっしゃるんですけど、割とこういう状態ですごい破片が出る素材のものもありますので、やはりちゃんとした工程で破壊された方がいいと思います。メーカーさんとか、あと製造時期とか素材によって壊れ方もいろいろ千差万別でして、1993年のもので、まあ、これだけの容量があっても本当1ギガもないと思います、まあ、通常の今時のものと比べると厚みが分かると思うんですけど、結構厚いやつですね。こういう形でやっぱ破片が結構えぐいですね。こちらの物理破壊をする一番の理由というのが、そのデータの漏洩を防止するというのもそうなんですけれども、再流通を防止することができるんですね。要するに商品価値がもうこれでほぼなくなってしまうわけです。ですが、基本的に容量が大きいものにみんな買い替えていって、どんどん古いものって溜まっていくじゃないですか。なかなかと紛失にも気づきにくいので、もう分かってるうちに破壊したいという方とかいらっしゃいますね。まあ、ご結婚を機にいろいろ昔のデータを確実に破壊したいという方でお持ちいただいた方ですねというのは割といらっしゃいます。まあ、普通だったらだいたい S とか A とか、なんかすごいいい順番に並べるじゃないですか。ただまあうちはジャンクの中でもまあ土底辺を行きたいと思ったので、よし、じゃあちょっと広い方に寄せて考えてみようということで、私が適当に作ってみたんですけど、割と好評で列ノートっていうパナソニックのノートパソコンの上半身の部分ですね。まあこういう形で液晶が割れているレッツノートの本体が大量に出回ったりした場合に、それをキープしている人とかいるんです。そういうことに、やった、レッツノートの AC が、液晶パネルが出てきたということで買っていってペアで作っちゃったりとか、うちに関しては基本的に完全未チェック、まあ、明らかにもう目視で割れているものとかは入れてないですけど、これが実際使えるかどうかは分からないです。逆に明らかにもう全部壊れてるよっていう場合は、もう壊れてますっていうふうに書いて売ってます。これなんかもう全部壊れてるサーフェイスです。これの倍ぐらいの量があったんですけども、だいぶ減りましたね。頑張って修理できる人もいるのかもしれないですし、あとはまあこのケーブルの部分が切れちゃった人がこれからケーブルを取って使われたりするんじゃないかなとは思います。値段これ100円です。自作 PC ですとかされる方が入れるマザーボードとかいろいろ部品とか入れて構成するためのケースですね。で結構うち若いお客様、小学生とか中学生高校生ぐらいのお客様が多くて、部品を集めて作るわけですけど、まあ、ケースとか一番お金をかけたくないとか安く済ませたいという方とかが、まあ、喜んで買っていただけるんで、まあ、100円で販売してます。ものすごくやっぱり昔からパソコンですとかゲームはすごい好きでして、自分がその子供の頃とか、まあ、高校生とかの頃とかに、まあ、そのパソコン屋さんですとかその周りの大人たちからすごくもう格安で部品を譲ってもらったりですとか、あとはもたらでもらったりとか、もうそういうことで、まあ、いろんなパソコンとかに触れることができました。でそういう気持ちで、まあ、若い子にはできるだけ安くとか、まあ、自分がしてもらったことを、まあ、やったらいいんじゃないかなと思ってやってる感じです。まあ、よくやっぱりご年配の方から昔の秋葉原みたいな売り方をしているとは言われます。これクレーンゲームで CPU が
取れるっていう、これが割と好評ですね。結構取りやすくしてるので、人によっては雪崩が起きてとんでもない数を取ってる人とかいます。このコロナ禍でものすごく通販が伸びて、まあ、実店舗が弱くなっている、よほどの情熱と秋葉原でやりたいという強い思いがない限り、正直店舗を出してやるっていうのはあんまりメリットはないと思います。まあ、やはりこの街でやりたいっていうのにすごいこだわってやってきましたし、あとはやはりその見て、それで、あ、これはいいとか、あと、あ、こっちがいいなとか、あと、まあ、物との出会いでそれで買っていったりとか、世の中に必要としていただけるようにこういうハードディスクの破壊とかもやってるんですけれども、やはりその IT とかの人材不足のこととか言われますけれども、まあ、若くてそれでコンピューターが好きな子どもたちのもう未来につながるような、まあ、譲っていただいたパソコンとかをできるだけ安く出すっていう、そういうことを今後やって、まあ、社会貢献とはちょっとあれかもしれないですけど、やっていけたらなと思います。